最近笑った動画、そうだこれほんと言っていいのかなって思ったけどさ、作ゆい、あ、作ゆいじゃないのか、作ゆいなのか、なんだっけ、エイプリルフールのさ、ザクシー、そう、ザクシーのさ面白かった、普通に声出して笑っちゃった。いっせーので、小上社長は裏では女遊びがすごいと噂があるのですが、最近の女遊びの調子はいかがですか。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、個人的には完璧と言いたいと思ってます、はい、なんでこの男、隠すこともなく女遊びが完璧と供述。マジか、マジすぎる、この倫理観は一体どうなっているんだろうか。悪意がありすぎる。二時三時に出会っている女性はいるのでしょうか。はい、もう本当にこれは全員でおい言いたいところなんですけど、マジか、ね、美しい夏の思い出に何してるこれ。個人的にはモイラさん、クレアさん、もう言われなくてもっていうレベルですとニュイさんですかね。博士さんと夏目さんがすごい、全然狙ってます、正直いけると思ってます。一体どうやって女性ライバーと出会うことができるのでしょうか。専用のシフトを引いたりとかするかもしれないですね。性欲は強いですか。強いです。いや、とんでもない、とんでもない動画作ったな、これ。リスナーさんに女遊びに関する心配な声などありますが、すごいことしたな、本当に。これからの行動に改善は見られるのでしょうか。スタイルは一貫して変わりません。私のスタンスも一貫して変わりません。変えなさい。彼女らのプレイのすべてを愛そうと思います。よろしくお願いいたします。皆さん、ザクシー、最悪だな、マジで。ご用心。やべえじゃねえか。俺らは全然やべえよ。最悪だ。怖い。怖いよ。ちょっと、あの、バカなんじゃないですか、本当に、二人とも。すごい。そう、あの、鏡さんのさ、動画をさ、うまいこと使ってさ、そう、面白かった。そうそうそう。ぜひ見てみて、3D お披露目。作ゆいチャンネルで上がってるから、普通に笑っちゃった、声出して。そうそうそう。なんか、エゴサしてた時にさ、ちょっと出てきてさ、なんだろうと思ってたんだけど。そう、ちょっともう一回後で見よう。面白かった。いや、やっぱ笑いのセンスがあるよね。二人はね。